17日は3球団に大きな動きがあった。広島は、マット・レイノルズ内野手、ジェイク・シャイナー内野手と選手契約が合意に達したと発表。また、ライアン・マクブルーム内野手とマット・デビッドソン内野手の2選手とは、来期の契約を結ばないことを発表した。32歳のレイノルズはメジャーで通算225試合に出場し、打率点229。 7本塁打42打点マイナー通算では926試合で打率点27774本塁打440打点の成績を残している28歳のシャイナーはメジャー経験がなくマイナーでは通算659試合に出場して打率26万2102本塁打439打点を記録している マクブルームは来日1年目の2022年に打率点272、17本塁打を放つも、今季は打率点221、6本塁打と成績を下げていた。今季から加入したデビッドソンはチームトップの19本塁打をマークも、打率210と確実性が課題だった。d n a は今季限りでソフトバンクを戦力外となった森唯人投手と、 オリックスを戦力外となった中川颯投手を獲得。巨人を戦力外となった堀岡早人投手を育成で獲得すると発表。今永翔太投手、トレバー・バウアー投手、石田健太投手の去就が不透明な中で、一気に投手3人を獲得した。ヤクルトは楽天を戦力外となっていた西川春樹外野手。 ソフトバンクを戦力外となっていた加山眞也投手と増田樹内野手の獲得に関して基本合意に至ったと発表している。2018年に西武王に輝いた森や、4度の投類王の西川など戦力外となっていた6選手の去就が一気に決まった。他にも阪神の高橋治人投手が育成契約に。楽天、林幸投手が16日に左肘を手術。 左肘頭スクリューバッテおよび左肘間欠的固定術をしたことが発表されている。